東区は札幌市の行政区。人口は札幌市10区の中で北区に次ぐ2番目に多い区である。区域は東西9 3キロメートル、南北1 1 0キロメートルある。中央区とは函館本線、北区とは創生川と旧市野野村、境界、白石区とは豊平川と旧豊平川、江別市とは豊平川と石狩川、 石狩郡東別町とは、東別川と石狩川を挟んで接している。地形は平坦で山がなく、萌えれ沼公園にある人口の山、萌えれ山が唯一の山となっている。地質は、鉄東地区の一部を除いて、食土や泥ンで形成している。江戸時代は、伏せ子川に、正木藩の地行地であり、石狩十三場所の一つであった、内包場所が開かれており、 江戸との交易が行われていた。現在の東区は、1866年に、江戸幕府の命を受けた、大友亀太郎が農夫を伴って伏せ子側の下半に置いて、開拓に着手したのが始まりである。大友は、模範農場として、幕府直営農場となる、お手作場を設置し、用水路や道路、橋を作って、農民の入植を促した。大友堀と呼ばれた堀は、 上流が創生側の原型になっており、大友は札幌村開拓の祖と言われている。明治になり、本州各地から移民団が入植すると村落が誕生し、原生林が繁茂して、家地と呼ばれた湿地帯が広がっていた土地の開拓には大変な労苦を強いられたが、やがて農業が村の主要産業となった。リンゴやブドウなどの果樹栽培を経て、 札幌機などの玉ねぎ生産が主力となっていった。東区歴史年表参照、医療機関名簿参照指定団体2019年4月1日現在、学生農夫特例対象学校一覧、参照札幌岡玉空港かつては、札幌市交通局がバス路線を運行していたが、段階的に民間事業者に路線を移乗し、2004年に廃止となった。 札幌市内の文化財、参照50音順。ありがとうございます。